さあスプラトゥーンやっていきましょう。今回はスプラシューターですね。というのも最近でもスプラトゥーン3は新規プレイヤーを呼び込んでいるらしいので、僕が思う初心者向けの武器を使っていこうということで、まあ王道のスプラシューターですよ。今ボムの爆風を確認したかったんだが、先に試合が始まってしまったね。まあ強みとしてはですね、やっぱシンプルな火力ですよね。3発で敵を倒すことができる実は高い火力と9番ボムとおみくじウルトラショットを兼ね備えています。ナイス。まあ自陣を塗る際もね、まあまあの塗り効率で塗れます。他に武器があったら譲った方がいいかもしれませんが、まあ若葉シューターみたいな極端に塗りの強い武器でもない限りはもうスプラシューターが担当ですかね。ではおみくじウルトラショットの説明をしようか。こちらこんな感じでスペシャルを発動すると3発飛ぶんですけど、当てんの超むずいんですね。これ結構意外と当たらんです。練習すりゃ当たるのかもしれないけど、僕はかれこれ結構長いことスプラやってるけど、それでもなお当てづらく感じるので相当だぜ。でもう一つのサブウェポンがですね、9番、あんな感じで壁にくっついて爆発するボムを発射できます。例えばこういうところに置いたりとかで、こんにちはみたいな。 OK ね、確定3発だから強い、そういうことで、こうやって壁に置いたりしておくといいよね。もう一つの使い道としてはね、例えばここに貼っておくとか、するとお相手が気づかずに前に出てきたら貼り付いてる吸盤に当たって死ぬってね。おみくじの本領 OK、ワイプアウト、ナイスナイス。自陣は汚いですね。よし、まあ適当にこうやって塗って、まあそれが何よりも最初は難しいと思うんですけど、よいしょっと、まあこういうところも塗っておきましょうか。でね、9番ボムはこうやって壁に貼り付けることで、ほら一面塗れるっていうちょっとしたテクニックも一応あります。そういう意味でもね、綺麗に塗りたいとき、暇なときとかは便利です。ほい。でやることないな、敵ともマッチングしたくないなってときはこうやって、ほらなんか当たってら、ほらうるしょ、オッケー、ほれうるしょ、ほれうるしょ、適当に打ってます。裏側に貼っときましょうか。そろそろ下から来てるんじゃないって思ったけど、いやあ、ゆちか。まあ3発で倒せますから、これぐらいのペースでいけるんですね。でもう一つで、吸盤をこうやって置くじゃないですか。例えばほら濡れるでしょ。こういうところにペッて置きながら前に進むことで、余ってるところを塗りつつ合流することもできます。まあボム全体でできることなんですけど、よし、ほい、怖いな。吸盤置いとこ、おっと怖い怖い、9番刺しとこ、お9番刺しとこ、そこから上がるなよ。で爆風って意外と範囲広いんで、おっしゃい、なぜかこっちの方が後出しで勝てるというのがスプラッシューターのまあ基本というか、まあ基礎の基礎ですな。あれ、なんか中央塗り負けてないこれ。いやそうでもないわ、なんか中央真っ青だからびっくりしたよ。どこから負けたしってなったわ。オッケー。まあ1試合目としては完璧すぎる試合なんで、2試合目以降のハードルがやべえですね。まあ逆に開き直って連戦といきましょうか。ここでしかできないお話もありますしね。めちゃめちゃスプラトゥーン上手い人みたいじゃん。やったぜ、カタログやばいんですよ。そうなんかこいつ突然初心者企画やりだしたなって。そうカタログやべえんよ。でまあこんな感じで3発意外と早いのよ。射程はまあまあです。うん。ブレもまあまあです。で、ジャンプするとブレ広くなるんで、これ。ジャンプすると目に見えてちょっとキル速度落ちるんで、そこは注意が必要だけど、まあ言うて3回当たったら倒せるんで、ついジャンプしちゃってもまあなんとかなる感じですね。はい。で、まあ吸盤の仕掛け先としては、例えばこういうところにスッて忍ばせておいたら、相手がこんにちはしたらズドンっていくかもしれない。そう。ここから来たら見えませんからね。で、例えばここに僕がいるのを向こう確認して、よし、倒すぜって思ったら横に貼っとるやんけとか、そういうのもありますからね。はい。
まあそこら辺を露骨に狙うと逆になんかそれ以外のことができなくなったりすることもあるので、まあ適当に投げとけばいいです。うっす、やることなかったらボム投げればいいです。僕はメインウェポンで敵ぶっ飛ばしてやるぜ派なんで、ボムあんま投げないんだけどさ。よし、まあそういうプレイもまあいいんじゃないのという感じはある。無駄死にはよくねえけどな。そう、つまり僕は常に無駄死にをしないという覚悟のもと、これはちょっとさすがに分が悪い。今味方が一人死んじゃってるからね。やっべ、おみくじ、おみくじショット、外した。まあこういう時よね、ボムの使いどころは。前に出たいんだけど出ようにもってやつ、きついよね。こういう時は我慢ですよ。自陣塗りでもしながら我慢ですよ。でもどっかでキル取らねえとな。ポイッと吸盤ポイポイして、よう、やばい、2人いる。吸盤置いて逃げる。おお、ナイスだね。よっ、いって、鉛筆やろ。ほいや、ほいや、おみくじショット、おみくじショット。なんかすごいいっぱいキル取れましたね。わーい。で、こういう壁とかも塗っておくとまあ便利なことは多々あるので、ほい、例えばこういう、ここ、よしよし、ほい、やべ、転がってきた。こっちのボムは転がるのがメリットですからね。うまい。いい感じに転がってきやがったな、この野郎。まあボムはね、このようにクリーンヒットしたら一撃なん でこういうところとかをね、吸盤を一気に綺麗に塗ってくれるってところは便利です。カモンか、その気持ちはわからんでも、そういうことか、ゴリラできるから来いよと。あれ、俺見捨てられてね。グエ、でもボムは置いていきます。そう、やべえってなってもボムをペッって捨てておけば相打ちを狙えることもありますね。じゃあしゃあね、他のみんながハッスルしてるし、ちょっとだけ内職してから行くか。いや、内職してる暇ないかも。やばいな、前線取られるわ。君との出会い、乾杯。 OK、やべえな、やべえぞ。両面取られてるとしんどいわな。倒したか。うれ、おみくじじゃねえんだよ、俺だってたまには当てる。 OK、 全然おみくじじゃないじゃないですか。うまくないですか、ウルショ。いいぜ、吸盤ぽい、刺しとくわ。よし、というわけでまあまあいい感じに。でね、ラストにボム放り投げてやるとあんな感じで、今他の方が投げたボムみたいに最後の塗りを制することもできますね。地味にでかいんだあれ。よし、というわけでまあ連戦でいい感じだったし、よしとしようか。道中、道中というか、あのインターバルでの会話挟むと3試合ぐらいになっちゃうな。まああれですね、スプラトゥーンはいろんな武器を使ってる方がいますが、なんやかんやですね、スプラシューターを手厳しく扱う人はそんなにいない印象はありますね。つまりはスプラシューターは雑魚みたいな、そういうのはあんまり見ないですかね。同じスプラシューターにも別のサブウェポンとスペシャルのものもあるんですけど、まあ武器の基本性能自体は一緒なので。お、僕も調子いいねになってるな。よし、まあ例えばこうやってボンボーイしてやって、当たったらラッキー、イエーイ。180ですからね。爆風でも結構痛いんですよこれ。ほら、まあ30は入るってなったら、あと2発で倒れるわけですね。最初はインク効率とかがいいんですかね。ギア構成まで行くとよくわからんが、まあなんか強そうっていうのは伝わると思います。じゃあ行くぜ。さあ今回は若葉シューターが味方にいるので、塗りはお任せしてもいいのかなと
と雑に考えておく。そう、もしかしたらあの若葉もゴリラかもしれませんからね。で、あんまりこういう序盤の立ち合いでボム投げるのはやめた方がいいです。インクなくなる。よいしょっと、ほい、やべ、そこかな、そこかな、そこだったね。まあこんな感じで奇襲性能は高いのでね、スペシャル感はあります。スペシャル、おお、結構綺麗に塗ってくれてますな。で、こういう壁とか雑に塗りたいとき見てください。ほら、すごい気に塗れるでしょ。登るときにもう苦労しないわけよ。ほい、ちょっと相手したくない感じなんで。で、ウルトラショットの開始をまあ見せない方がいい。それだけで命中率上がりますからな。さすがにすげえ逃げられちゃうんで、オッケー、生きる、3発で倒せるから。おっと、シートに紛れての侵入は良くないから、ボムだけでも転がしておくぜ。これ当たるとめんどくさいからな。おっと、この木に乗じてなんかやってやがりますね。オッケー、いやー、さすがに、くそ、もうちょっとあれだな、グイッと行くべきだった。向こうの方が射程長かったっすね。今回はピンチだな。おい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 、せっかく綺麗にした我が陣地をぶち壊しにしてくれやがって、一気にピンチまで持っていく。うわ、2人いた、やっちまった、すまねえ。ナイス。さあ、これはもうキル取りに行かないとな。よし、そう、悠長なことしてたら負けちまうわ。さっきまでみたいな死なないようにっていう動きがもう許されなくなっちまいまして、結構怖いわね。おっと、ここウルショ絶対当てなきゃいけねえ。見えねえな。うわ、すまねえ、後ろに隠れていた。これはちょっとまずいかと。ああ、飛ぶ場所がなくなっちまった。こっからはもう連続キルで行くしかない。死のうがやるしかない。お、これはいけるわ。僕死なないようにします。やること変えます。一番濡れんのそこなんよ。どうよ、俺の命がけのボムは。うわー、でかい。どうだ、あと、あれかな、インク回復とかもうちょっとちゃんとしてさ、床ちょろ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 ポーイしたらよかったかもしれん。悔いが残る。これはおのれ、覚えとけよこの野郎。でもなんかあともう一歩間すごい濡れるでしょあれ。うん、あれをしてなかったらもっと差ついてたって考えたらでかいじゃん。さあ、お表をもう一回いくか、よろしくお願いします。ね、突撃プレイを一回やったんだけど、初心者に向けた動画でやることじゃねえということで、おとなしくしておきます。もうほんと、あ、これはおすすめできねえやっていう動きを5、6回やっちまってな。やっぱ僕にとって突撃を抑えるってのはもう通常プレイぐらいで多分ちょうどいいんですよ。はい、突撃はそう、通常プレイにも、これ重要なことだぜ。ボム転がしとくぜ。あばよ、そこだ、そこだ、俺の渾身のおみくじ食らわせてやるぜ。ほい、やべ、ボム2個はやばい、ボム。フルコースじゃねえかよ。やってくれるぜ。ま、突撃はこういうことです。はい、やっぱ敵陣に行けば行くほど囲まれるリスクは増えるんでね。よいしょと、慎重に行った方が死ななくて済むかも。で、今回は割とそこそこに塗ってくれてるっぽいんで、向こうもボムすげえ投げてくんな、おい。やべ、
怖えよ。おい、ボムばっか投げやがって鬱陶しいやつがいるな。おれ、おみくじシャッツ。オッケー、なんか当たってる。おみくじシャッツ、やったぜ。これがおみくじショット。適当に打つだけのウルショ、あんまり脅威にならないようで、実はクッソうざいやつです。はい、当たったら即死なわけですからね。即死ガチャですね。ほい、うっしゃ、突破だぜ。うっしゃ、もうそろそろこっから立ち去った方がいいと思うんだけどね。オッケー、よし、さすがに撤収よー。うっ、壁に刺しとくわ。当たらねえか。うっ、この前線は守りきってみせるぜ。うらよ、当たってないの今の。なあ、てんの難しいんだよなこれ。うっ、よし、守り抜きました。オッケー、結局突撃我慢してないのではないだろうか。まあ、あのスリルが段違いというところが伝わればね。はい、まあええわ。僕のあれですよ、当社費丁寧プレイは3試合で限界を迎えるようですからね。まああれですわ、スプラトゥーンにはいろいろな戦い方があるってことで、ありがとうございました。